おはようございます、スモゴーと申します。ちょっと俺コンビニでポケカ巡ってと思ったんだけど、まあ、なんか以前何度かさ、サブチャンでさ、カード開封なんか雑に上げてるじゃん。で、なんか引きが妙に悪くない？あれ全部コンビニで買ってんのね。で、俺何が言いたいかっていうと、コンビニのカードパックってさ、やっぱサーチされてんのかな。なんでそう思ったかって言ったら、なんかね、わかる？これこの辺なんかすげえ人がいじったような折り目がついてんの。これ気のせいかもしれないですよ。なんかこのパックの上の方にさ、なんか無作為なこういう折り目というか、人がこうぐちゃぐちゃぐちゃってなんか触ったような、なんか汚いのね、パックが汚いんだよ。ほらこれね、サーチされてんのこれ。いや、こんなこと言っといて、今回なんかSR 出まくったら、それはそれでちょっと僕発言を撤回しなきゃいけないんだけど、ちょっとなんか、まあ現代のそのポケモンカード、トレーディングカードゲームがそもそもサーチできるような仕様になってるかどうか知らないんだけど、なんかちょっと怪しいなと思ったんで、今回この、4種、計20パックをちょっと上げていって、どんなもんかちょっとね、検証していこうかなと思います。上げていきましょうか。まあ20パックじゃその検証材料として物足りないんじゃないかっていう意見もあると思うんだけど、まあ過去の動画見てもらったらわかるけど、割と俺引き悪いのね、マジで。なんで、今回の20パックであまりにも全然出ねえじゃんってことあったら、もう俺コンビニで買うのやめるわ。はい、まずフルメタルウォール3パックこんな感じです。はい、うわー微妙だな。微妙じゃね。まあ微妙っていうか、まあこんなもんか。まあ、とりあえずこんな感じでした、最初の30パック。まあめんどくせえから3パックずつちょっと、こうやって上げていこうか。ビビるぐらいにね、SR はもうちょっとそうなんだけど、GX カードが出ないんだよね。20パック開けりゃ、まあ、3、4枚は普通出てくるはずなんだけどな。このヤドランだけちょっと残そう。無人発電所も残そう。こんな感じです。あ、電磁虫も一応残しておくか。よいしょ。続きの3パック。いや、これでね、出てくれればいいんだけどな、俺は。なんかあまりにもさ、あ、エレキパワーのこれじゃん。これはありがとう、嬉しい。トレナーズレア。あ、ポケギアも嬉しい。ポケギアちなみに400円ぐらいする。フェアリーチャームだ。あいて。フェアリーチャームこれ FF に入れるのありかな。なんか結構入れてる人いるんだよな。ちょっとその俺のとは型が違う、こう違うとバンバン入ってる。てかいる？俺ね、そうだ。京都シールの時も思ったんだけど、意外とね、上位の方でもエルフのテキストを知らないって人いるんだよな。ちょっと見ていいですかみたいに言われること多い。エルフン、あ、そういう感じなんだみたいな。エルフのテキスト普通になんか読んでくる人多いんだよね。あ、知らないんだって、そのたび思うんすけど。うわ、てかさ、マジでしょうもない雑談してりゃなんか来んじゃねえかと思ったけど、え、ちょっと本当に出なくね。さすがに20パックで1枚も出ないってなったら、もうサーチと俺は断定するけど。あー、この字はこう強いらしいけど、ああー一応出た。あー一応出ました。アロラモクロ、モクロなし、まあ、とりあえず1枚ノーマル、ジバコ、まあ、ジバコも残してもいいのかな。微妙っすね。あ、てか俺あれだわ。あの大会受かったわ。JCS だっけ。JCS 受かったんで頑張ります。はい。またなんかババ組の連中と練習させてもらおう。タックスイッチ。残すか、いや、まあいいか。
漢字からでも一応残しとくか。これでね、もう一枚出たら、ちょっと、わかんない。わかんないっていうか、微妙な感じになる。あ、出たわ。わかんねえな。わかんないな、この感じ。まあ、まあ、されてないのかな。俺の引きが単純に弱いだけか。こんなもんでしょう。こんなもんか。わかんない。また買っちゃうかもしれない。はい、ご視聴ありがとうございました。